さて、吉友さん、はい、今回はスマホのカーナビアプリご紹介したいと思います。カーナビアプリ、藤友さんも普段あれでしたよね、スマホでナビ使ってるんですよね。そう、確かに便利だから、使いやすいといえば使いやすい気はしてた、うん、けどちょっとあれっていう時がたまにあるよね。スマホナビアプリユーザーの悩みといえばですよ、まあ、ちょっと案内が遅いとかね。あ、藤野さんありませんか、え、ここ通るのみたいな。そう、私の車これ通れないけどなっていう交差点を聞いたりする時あるもんね。ありますよね。まあ、その点今回ご紹介するパイオニアのコッチっていうね、スマホのカーナビアプリはですね、パイオニアといえばですよ、前回ねバックナビでもいちご狩り行ったじゃないですか。 あれよかったね。ああいう操作性をスマホのカーナビアプリでやってしまえると。うん、そうなんだ。まあ、そんなことやっていいのかっていうね、ナビメーカーさんが。では早速目的地入れてみたいんですけれども、はい、藤友さんのスマホ上にアイコンあるんで、こっちのアプリを立ち上げました。で、Apple CarPlay でつないでるんで、こっちにもこっちがあります。で、こんな画面ですね。はい、ドーマングリーンパーク、今回はドーマングリーンパーク、埼玉の西湖にある公園行ってみたいと思います。検索、お、早い早い。南駐車場に目的地をセットしてみましょうか。立ち寄り地追加っていうのもありますね。ほんとだ。ここ大出版八丁堀ってとこにあるんですけど、東京駅のね、東京駅のね。なので皇居をねちょっとぐるぐる回ってみようかなみたいな、はい、で、これ立ち寄り地に追加。あ、ワンタッチ、これがね車に乗り込む前に設定できてるっていうね。あ、そうですよね。で、車と Bluetooth いつもつながる設定にしとけばすぐ繋がっちゃう。そういう段取りのいい男の人いいと思う。ありがとうございます。ルート探索、うん、切り替わりましたね、こっちにね。あ、出た、出ました。で、早い、安い、広い、道が広い、走りやすいってことか。そういうことですね。それは嬉しいね。有料道が水色、幹線道路が濃い緑、一般道がこの黄緑色、これで分かれてるんだ。お値段も出てるし、あ、だいたいガソリンの目安も出てる。そうですね。じゃあ出発してみましょう。はい、あ、早い、うん、行ってみましょう。行ってみましょう。はい、この先右寄りの車線がおすすめです。お、今自然に、あ、右行かなきゃって思いましたね。思った。今ね、3車線の中の一番右走ってくださいって分かりやすく出てますもんね。ねえ、先回りして言ってくれるっていうのはいいですね。いいですよね。これを右の車線に行った方がいいってこと？いや、これもこのまま。このままで行くか。右2車線を進んでください。2車線って言った。2車線。すごい。そんな私の不安な気持ちを聞いていたかのように。2車線を進んでください。どっち？どっちみたいな。どっち、こっちみたいな。こっちみたいな。そういうこと？ちなみにあのこっちってスマホのアプリなんで、まあアップデートが簡単なわけですよ。うん、例えば Google マップの位置情報をこっちで共有して、Google マップで検索したけどこっちで案内してほしいっていうこともできるんですよね。え、そんなことできるんだ。そうなんですよ。それは便利なハイブリッドですね。そうなんですよね。次の信号を右です。右端の車線を進んでください。右端って言ったね。その後すぐ左側、立ち寄り地です。お、立ち寄り地来ましたね。本当だ、お堀が見えてきた。皇居が見えてきましたね、うん、でもこれさ、分岐のところ立体になってた場所なんだけど、はい、アニメーションっていうか映像で出てたね。これ出てましたね、出てました ね。やっぱりナビゲーションメーカーだから。そうですね。なんかそこで培ったこういうノウハウ、うん、お知らせの仕方っていうのがちゃんとあるっていうのは強みですよね、うん、そうですね。この信号を右です。はいはいはい。300m 先、左側、立ち寄り地です。さあ、お堀が見えました。なんか水多いですね今日。本当だ。やっぱ昨日すごく雨降ったからかな、うん、到着しました。到着しましたからの最終目的地に行ってみたいと思います。行きましょうか。はい。この信号を越えて 100m 先、左です。うん、嬉しい案内。神田橋出入り口です。今信号を越えた先 100m って言いましたもんね。言った。それはね、非常に分かりやすい。分かりやすい、本当に。なんて言ったって
なんて言ったってですよ、これミスると、うん、ものすごいロスになりますからね。乗れなくなりますからね、今我々にとったらね。もうそれでやきもきしたことが何度あるかっていうか、もう左だったのみたいなね。そう、もうほんとね。そうなんですよ。できれば、うん、そのミスをしがちなところを、うん、フォローしてもらいたい。そうなんですよ。さあ料金所抜けました。ここからは高速道路首都高ですね。はい、さあそして早速この複雑な分岐を、北池袋関越道方面右方向です。じゃあこれをすぐ右に行かなきゃいけない。そう、いやらしいルート設定でしょ。ほんと、てか首都高の作りがいやらしいのよ。そうなんですよ。僕はね、この分岐をすぐ案内してくれるであろうことを想像してこのルート作ったんですよ。ほんと、まあでもね、このナビの試しがいはありますね。そうですよね。あ、表示がなんか高速道路のモードに変わってる。変わりましたね。嬉しい、出口がすぐ見える。あ、本当だ、これいいよね。途中通過するジャンクションとかランプは緑色で表示されてんだけど、うんうん、出口の色だけはブルーになってますね。だいたいいつもどこで降りるんだって話しますもんね。そう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 出口が最初に分かるというのはちょっと落ち着きますよね。落ち着く、ね、あれじゃない、これ自分が辿ってきた道は白い点々になってる。そうです ね、 ねえ、たまにマップアプリってさ、ぐるぐる回ってるとどっちから来たか分かんない感じの、うん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 、表示ありますよね。表示あるよね。ありますよね。そういうことにならなくていいですね。いいですね。きめ細かいですね。結構細かい。でもその細かさが迷わせないっていうかさ、うん、そうですね。それが大事ですよね、やっぱナビってね、うんうん。まあ、新車もね高くなってますけど、まあ、それにナビつけるってなるとね、結構なお値段しちゃうわけですよ。ナビはやめとこみたいな判断もする方もいらっしゃると思う。でもちゃんとナビの機能は譲りたくないみたいな方もいらっしゃると思うんで、そこは今までもね、すごくその直感性であるとか、うんうん、使い手のことを考えた画期的な技術を提案してきたパイオニアさんがさ、うんうん、作るアプリっていうと私も個人的にすごい興味があったし。そうですよね。それこそ NT1 とかさ、うん、音声で案内するナビ、要は画面をあまり見なくても案内できてしまうっていうね、うん、そうそう。だからその振り幅の広いいろんなトライをしてる会社だから、うんうん、私が想像するにいろんな知見を持ってるんじゃないかなって思うんですよね。まあそうですね、うん、このコッチっていうアプリは無料版と有料版が実はあって、まあ、無料版でもね十分使えるんですけれども、有料版だと、まあ、月々350円、初月は無料なんですが、 Apple CarPlay とかに接続できるようになる、プラス VIX 情報ね、渋滞の情報とかあれを取得できるようになるそうなんです。ああ、その方が精度が高まりますね。そうなんですよね。年間4000ですよ。まあ、そう考えたらいいね。そうなんです。しかも常に新しい情報にアップデートされるんでしょう。そうなんですよ、ね、書き換えの料金取られるわけじゃないよね。そうなんですよ。例えば10万円のナビ4000円で割ってみてくださいよ。何年使わなきゃいけないんですかっていう感じですよね。そっか。でもその間古くなってきた地図の更新無料版終わっちゃったとかね。 あるあるあるじゃないですか。そうだよね。いやでもそう考えると、いやこれ本当におべっかでも何でもなくて、4000円で何使えるんだったらまあいいのかななんて思ってきますね。ねえ、私もう一つ思うのはさ、最近車の向き合い方が変わってるじゃない、はい、例えばカーシェアリングで車を所有せず利用するっていう人って、うん、いろんな車に乗るわけだから。そうですね。そういう人にはこのナビアプリは向いてるよね。向いてますよ ね。 ねえ、今日はディスプレイオーディオにつないでるけど、うんうん、これスマホの画面だけでも案内してくれるんだよね。もちろんです、もちろんです。これをポチッとなっと抜いてしまえば、あ、こういう画面になるんですね、スマホだと ね、 ね。あ、でも縦の画面を今活かして上下に分割してます ね、 うすね、うん、これ下道案内してないよね。下道案内してないよね。下道案内してないよね。下道案内してますね。でしょ。下道案内してますねと思ったら、並走道路に切り替えありましたね。お、出ました出ました。出ました出ました。おあ、なるほどね。下も一般道走ってるんで、ナビが勘違いして一般道走ってるって思っちゃってるなって表示になった時に、これを押すと別道路に切り替えできるってことなんで
ですね。あ、これは嬉しい機能ですね。これはいいですね。まあ、特に車載のナビゲーションのメリットは、うん、やっぱり自社位置の精度っていう意味ではやっぱりスマホ系のアプリよりもはるかに高いところがあるじゃないですか。うん、でそういう意味ではその違いをうまく補う、うん、メガネ要素を補う機能としてはすごくよくできていると思う、うん、そうですね。これ見ると駐車場を探すとかガソスタを探すとかトイレ施設を探すとか、本当だ、ナビ画面、これスマホの画面もすごい分かりやすいですね、これね。そうですね。もうすぐ出口ですね。はい、こういう看板表示出してくれるっていうのいいですね。そうです ね、確かに分かりやすい。じゃあ左に行って、はい、左に行きましょう。高速道路を降りてから住宅地に迷い込んでみたんですけど、はい、どういう案内してくれるのかな。まもなく右です。もうちょいね。はい、コンビニがあそこだからあの手前ですね。そうですね、やっぱ看板が出てると分かりやすいですね、うん、なんかその目安となるものを教えてくれるのはありがたいですね、うん、ですね。よいしょ。2分程度1台です。あ、すごい時間で言ったよ。800メートル先右です。右寄りの車線がおすすめです。2分程度道なりですって言ったよね。そんな案内言うんだ。地元の道を知っている人が助手席に座って案内してくれてるみたい。 1.4 キロ先右です。何それ、代わりに読み上げてくれてるんですか。そうです、ちょっと真似してみたいなと。なんかそれっぽいとこまで来ましたね。来ましたね、来ましたね。よし、着いたぞ。着いたぞ。というわけでこっちで都心から最古の銅板グリーンパークまでやってきました。できました。これ350円、年間4000円ちょっと、新しいナビ買うよりはお得。まあぜひ一回使ってみてもいいんじゃないかなと。そうだね、うん、そうするとその一般的なマップアプリとの違いなんかも体感できると思うので、うんうん、そうですね、ぜひ使ってみてほしいですね、うん、何度も言いますが1ヶ月間は無料でございます。解約もね、ちゃんとどうやって解約するかみたいなの書いてあるんですごく分かりやすいんで、まあ、ぜひ一回試してみていただければと思います。思います。私もちょっとしばらく自分で使ってみたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。